はい、どうも皆さんこんにちは、ケイと申します。本日開封していくドラゴンボールヒーローズのオリパなんですが、こちらですね、デン。はい、あ、ちょっと住所がクリカカードショップさんから購入させていただいた、大展開地オリパだったっけな、だと思います。早速開封していきましょう。はい、こんな感じですね。1パック1300円で、私は計、5パック購入させていただきました。で、こちらの説明文を確認していきましょう。全300パックで、1枚目スライドしていただいて、表紙2枚目で期待値を表すカービィで、1枚目、こちらで2枚目に当たりが入ってるみたいですね。あ、UR 以上確定ではないんですね。で、2枚目に必殺技が、記載されてて、必殺技の期待値によってカードの価値が変わります。必殺技と封入カードのキャラクターに関係はございません。なるほどなるほど。その必殺技を打ってるキャラが当たるってわけじゃないんだ。で、各カードは必ずご購入いただいたお客様どなたかに入ってます。優勝暗黒仮面号、上位入賞大神官魔人ブーチュンスイ、黒煙、あ、黒煙いいな、あ、ベジブルもいいね、苦手もいいね上記入手の方はあり、 UR 式はいずれかまた1枚か、SR キャンペーンが封入されてます。で、あ、そうそう、これね、ここがね、かなり熱いみたいです。クリカ武道会参加チケットが入っていた場合は、さらに上位大会にご参加いただけます。参加料300円ペット必要、クリカ武道会には豪華景品が用意されておりますということですが、まあ、ちょっとね、また当たり枠はこの辺に載せておきます。でね、そう、クリカ、武道会っていうのが1パック300円なんですけど、もう当たりがね、もうやばいのばっかなんですよね。合計何人当たるんだろう、まあ、多分この辺にそれも載せておくんで、この枚数分だけ、参加できる方がいらっしゃるみたいです。まあ、これもね、当たったら嬉しいですね。ではちょっとオリパを解体してきて、はい、解体してきました。こんな感じですね。お、なんだこれ、七福神からのプレゼントオリパ、何が当たるかを楽しみ、あ、おまけもついてるってなんか書いてあった気がするな。でね、私自身は5パックですね、購入してるみたいです。ちょっとタイム前なんでね、忘れてしまったんですが、じゃあまずはあのこちらのね、おまけから開けさせていただきましょう。これは演出なんかあんのかな、あ、それはないね。はい、いきますよ。ベジータゼの、お、え、 UR 当たんのこれ、やった、若かりし頃のドミグラ、これね、初ゲットですね。シークレット当たっちゃった、やったぜ白掛けやスレがありますので、プレイ用としてお楽しみください。ないよはい、こちらが当たりました、やったぜ。さあ、ではここからが、オリパの本題ですね。はい、で、これをめくって、必殺技によって期待値が変わるんだよね。いきます。ん、あ、ん、これは表紙ですね。あ、後ろにあるわ。いき、おりゃ、お、お、魔漢子殺法、結構期待値高いんじゃないですか。あ、いきますよ、魔漢子殺法今、はい、いきます。バイオブロリー、次が当たりですね。ダーン、おー、 UR シャンパパラガス、やった、魔漢子殺法で、シャンパゲットすることができました。あ、シャンパもね、地味に破壊シーンのこのシリーズで持ってなかったやつですね。やったぜ、1パック目当たりました、ありがとうございます。はい、次2パック目ですね。またここちょっとね、なんか、あ、よし、いきます。必殺技はこちらだ、時飛ばし、結構強そうだけど、さっきのマカンコサポーと一緒なんだ。ヒットはどうなんだろう、好きなんですけどね、個人的には。いきますよ、期待値さん、せーの、ドン、おお、また UR、 しかも孫悟飯 GT、 状態は、あ、ほん、ここにごくわずかなって感じですかね。でもほぼほぼ備品ですね。やったぜ、孫悟飯の GT が当たりました、ありがとうございます、順調だな。さあ、3パック目ですね。結構いい流れ来てるよね、当たりは、あの、じゃない、おまけから。さあ、必殺技を繰り出すぞ、せーの、ドン、太陽拳、弱っまあ太陽拳じゃダメージ与えられないからねまあいいか行くぞー、太陽拳便利なんですけどね、今の日常生活とかでも、あー、プーピン使
使えそうですよね。太陽拳、何か困ったら太陽拳みたいな。うざいわそいつ。さあ4パック目です。ちょっとね、今のところかなり勝ちを続いてるんですが、今回の必殺技は何を繰り出せるんでしょうか。ドドンパ、あ、ドドンパも弱いんだ。ドドンパはね、なんか鶴仙流のカメハメハでしょ。だってだいぶ鶴仙流とカメ仙流で差が、お、引き分け、お、これ、え、これなんか4枚入ってる。ミスかな、引き離されてしまったんですが、これ9段の800、あ、ちょっと白掛けはありますけど、初めて見たな。あ、怨念増幅装置だ。これは使えそうですね。こちらが当たりました。さあラスト、星3以上ってあんのかな。まあ多分カメハメハとかが一番いいんだろうね。いきます、せーの、こちら、うお、ゴッドファイナルフラッシュ。やべえの来た最後に。プレミアムって書いてあるもんね。やばい、ドキドキするこれ。いきますよ、ゴッドファイナルフラッシュ、これが俺の最強の必殺技だった。おお、やったー、当たり枠きたー、大当たり枠か、マジか、魔人ブー純粋、ここですね、これ、ここに書いてあったやつ、やったぜー。この2枚ってやつが当たったんだ、すげえな、300パックでしょ。こちらが当たりました。はい、というわけで今回は、クリカカードショップさんの大天下一武道会オリパっていうのを5パックと、あとはおまけのオリパをね1パック開封しまして、見事300分の2枚に入ってるこの魔人ブー純粋を当ててしまいました。やばいな。あ、そういえばなんだっけ、これのもう1個上の武道会の招待状は入ってなかったんですけど、全然いいでしょう。すっかり忘れてました。またね、クリカカードショップさんのねオリパね、もう購入者の方がたくさんいて、本当に買えるかギリギリのラインなんですよね、いつも。でだけどちょっとね、またこれからも随時狙ってこういったバカードを手に入れていきたいと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ゴッドファイナルフラッシュは完全にサムネだな。